Hello, I'm Kenji, a member of Austin Sister City Association. Here in Oita, people are studying and understanding the way of living with COVID-19, and all the activities are mostly coming back in these days. Today, we'd like to introduce some part of our daily life in Oita City, showing the video that four members of our association have made by themselves. Lead of man is our city mayor, Kichiro Sato. Hello, Austinites. This is the mayor of Oita, Kichiro Sato. The city of Oita is the capital of Oita Prefecture, which is situated on eastern Kyushu, Japan. It is a city that is surrounded by lush green mountains and blue waters. We have a lot to offer to our guests. To begin with, we are known for our premium mackerel fish, seki saba and seki aji, and the delicious local cuisine called Toriten, which is a chicken tempura. We also have unique tourist attractions. One of them is the Takasakiyama Wild Monkey Park, where you can see wild Japanese monkeys up close. Our city is also built in rich history. It is where the European culture was introduced to Japan for the very first time, which gave rise to European-inspired Japanese arts and cuisine. Since the establishment of our city sister city partnership with Austin in October 1990, our cities have been actively engaged in various exchanges over the years. May our friendly ties continue for many years to come. We hope this video will spark your interest in our city and prompt you to visit us someday. We are looking forward to welcoming you to Oita City. And next, our member Sana will introduce the downtown shopping area of our city. Railway station and the shopping area are so close, and you can explore this area by foot. Hello, 皆さんこんにちは。私はオースティン友好協会のメンバーで、名前は首都サナエと言います。みんな私のこと、ニックネームとしては、サナと呼んでくれます。今日はよろしくお願いいたします。私の職業は普段は音楽家です。歌のレッスンとか、それからピアノのレッスン、そしてドラムのレッスン、いろんな分野があります。そういう、音楽を皆さんと楽しみながらレッスンをする日々です。私が普段音楽の仕事をしている、サーナエンタープライズという看板があると思いますが、こちらの方でいつもレッスンをしております。そしてこのビル、サイクルショップ小玉さん、このビルの3階をお借りしているんですが、ここのオーナーである小玉健明さん、大分市の文化人としてもとても有名な方です。小玉健明でございます。よろしくお願いいたします。大分市の中にはここの私のビルのある三三通り、そしてお隣が府内五番街、そしてまださらに奥に行くと中央町の通り、そしてさらに竹町の通り、この4つの大きないろんな商店街のある通りで成り立っています。ここは三三通りです。
ここは府内5番街といいます。このストリートは飲食店もある、そして、いろんな、それぞれの商店がたくさん詰まっています。とても賑やかな通りです。それでは府内5番街のお野菜屋さんがあります。野菜屋さんにこれから入ってみます。あ、早速ですけど野菜屋さんにオーナーさんもそれからその方もいらっしゃるので、あのよかったら手を振ってみてください。すごいですね。やっぱり、まあ、今の旬の果物だったりとか、あの野菜をちょっと移してみたいと思います。ここは商店街と商店街の間のバス通りです。竹町商店街です。こちらは老舗のお店がたくさんあります。洋服屋さんもあれば、いろんな、昔からの老舗のお店がたくさん入っているところです。そしてお隣の通り、こちら中央町通り商店街です。こちらには本当にたくさんの飲食店、飲むところ、食べるところ、このお店がたくさん凝縮しているところです。とても楽しい通りですよ。ここは大分市の一番中心にある、大分にある唯一のデパート、常盤デパートです。はい、こちらに見えるのは正面が大分の JR の大分駅、そしてその周りにあるホテル、 JR さんのホテルを含め、いろんなホテル街がたくさんこの辺は詰まっています。今日は大分の常盤デパートさんの方にお邪魔しております。そして今日はお魚コーナーです。どんなものが売っているのかというと、大分は関とついたところの関味、それから関サバというのがとっても有名です。その中で今日はお魚の陳列をしてあるのを、とても美味しそうなお魚がたくさん並んでいるんですが、こちらを皆さんに見ていただきたいと思います。今ここにあるのが関アジと呼ばれる、とても有名な、大分では有名なお魚なんです。次はお肉のコーナーに行きたいと思います。アメリカはとても美味しいお肉たくさんありますけど、大分にもお肉あるんですよ。ブランド牛で豊後牛という大分ならではのお肉があります。ちょっと見てみましょうね。大分でも有名な豊後牛、特にロースのステーキ、これは1枚3600円などあります。部位によってかなり値段がちょっと開きがありますが、でも大分はとても美味しいお肉になりますので、これも一度アメリカンビーフと一緒に比べてみて食べてみていただけたらと思うので、ぜひぜひ今度大分に皆さんいらしたら、一緒にお肉とそして美味しいお魚、これをみんなで食べに行きましょう。 Next video, our youngest member MomoWe'll introduce our two major sightseeing spots of our city. オースティンの皆さん、こんにちは。私は平野桃と言います。大分県立芸術文化短期大学に通う19歳です。今日は大分市の代表的な観光施設2カ所を紹介したいと思います。では、レッツゴー!最初に紹介するのは高崎山自然動物園です。ここには1000匹を超える野生のニホンザルが生息しています。では入ってみましょう。ザルがいました。わっ見てください、サルがたくさんいます。猿が集まる場所に来ました。柵の上で座ってますけどね、寝てますよ。赤ちゃん猿もたくさんいますね。でこちらの、これ B 群というグループですね。こちらの B 群というグループ、これはね、あのいつも通り、ね、このね、まあ、だいたい。で、これは、ここであげた餌ではないんですよ。山の中で、ね、いつも午前中、朝9時をしてきたということですね。午前中されてきた。
ません。すいません。木の実を取ってきた。この口のこの頬袋の中に木の実がいっぱい入ってる。いかがでしたか？ここでは普通に野生の猿が見ることができます。テキサスには野生の猿はいますか？いないでしょ。ぜひ大分市に野生の猿を見に来てください。次に海たまごという水族館を紹介します。場所は先ほど紹介した高崎山の向かいの海沿いにあります。この水族館は日本に100以上ある水族館の中でも毎年トップ10に入る人気の水族館なんですよ。では中を見てみましょう。イワシの群れです。これはインスタ映えしますね。海たまホールです。とても癒されますね。クラゲです。水槽に入っているととても綺麗ですね。大分の関アジ、関サバです。この魚たちは食べるととっても美味しい魚です。小さな水槽には大分の沿岸部に生息する魚たちがいるみたいです。ここには大分の川の魚がたくさんいます。こちらは池と沼の生き物。ここではショーをやっているみたいです。見てみましょう。せーの、それ。バッチリ決まりました。大成功ですね。最後にね、ご飯もナイスキャッチできるかな。あ、バッチリ完璧でした。やってます。さあ、どん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 ね、距離を広く遠くしていくんですけれども、それでもですね、予想見をせずにちゃんとキャッチするっていうのはね、倒立を練習します。この台の上でね、逆立ちをするんですが、お、やるよ、よし、頑張れ、いけいけー、よいしょー、できました。遊び市に来ています。ここではイルカがすぐ近くで見ることができます。ここではイルカが泳いでます。下の水槽につながっている部分の上から見たところです、うん、How did you like it? A mountain with Japanese monkeys is so unique and fun. And this is a place you are tensely aware of short distance with wild monkeys.And this Mount Takasaki with monkeys and the aquarium are so close, and we are proud that you can enjoy both animals and fishes at one time. And our last video, a reporter of this video is also a member of our association. And who is he? Just wait until you see it.オッシーの皆さん、こんにちは。スカルリーパイジです。僕はこのようにですね、覆面をかぶっておりますが、普段はこの格好で活動してます。何をやってんの？なんと大分市の市議会議員なんです。はい、そしてここが大分市議会の議場となります。僕はですね、議会の時は
ここに登壇して質疑を行っております。ここが僕の議席です。はい、そしてここが国際課となってます。大分市とオースティン市をつなぐ部局となっております。国際課です。こんにちは。We are the Oita City International Affairs Division team. We promote and coordinate international exchanges. Oita City is rich in nature, and naturally, we have a lot of delicious food to offer. So please come and visit us. Please come to Oita.大分市にはたくさんのスポーツ団体があります。サッカー、そしてバレーボール、フットサル、他にもプロ野球チーム、サイクリングのチーム、それとオースティン市とは切っても切り離せないマラソン大会、他にも障害者スポーツの車椅子マラソン、そういったスポーツにあふれた街なんです。最後に一つ大事なことを言っとかないといけないですよね。なんでそもそも僕がこの覆面なんだということです。実は僕は覆面プロレスラーのスカルリーパーエイジなんです。つまりプロレスラーと、そして市議会議員、そういうことでこの覆面だったということです。お分かりですか？ぜひまたオースティンにはですね、行ってみたいと思ってます。その時は温かく迎えてください。それとできたらシックスストリートあたりでプロレスやりたいですね。よろしくお願いします。You must be surprised. He has visited Austin also as a member of our 20th anniversary mission to Austin. And some of you might have seen him somewhere in Austin at that time. If you are thinking to visit the city, now is the chance. We don't have too many inbound visitors yet. That means we can open our bigger arms to you. Please come and visit Oita. Bye-bye.